あなたの夢にお邪魔します。 It's me, Brianna Gigante。皆さんごきげんよう、ブリアナです。今日は動物の森やっていこうと思います。みんなどうしてた？ブリアナはね、今日朝ごはん食べてたら顎つった。今日はね、やりたいことがあって、私のね、この島結構ね、入り口綺麗にしてたんだけど、ちょっとお片付け苦手なのね。少しこう通るのもちょっと大変みたいな感じになってきちゃってるのね。こうお友達の島に急いで株買いに行かなきゃみたいな時とか、荷物いっぱい持ってたりしたら、ポイ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 ってこう散りばめてからさ、お出かけしちゃうわけ。そしたらこのありさま、ごらんよ、ほら、もうなんか無秩序なので、今日はね、ここいらの見栄えをね、ちょっと映える感じにしていきたいかなって考えております。そう、あのこのね、ここのフルーツ園ちょっと自分で作ってみたんだけど、梨とか桃とかリンゴ、さくらんぼ、アオランゼ、お顔をね、自分でマイデザインしてみました。どう？かわいいよね。ちょっとね、こう私のこの豊満なリップ、これね、使いたい方はね、結構インスタとか Twitter とかね、そこら辺に載せてるから、ちょっと探してみてくれると嬉しいかも。まずはじゃあお片付けからかな。彼ちょっと顔色悪くない？大丈夫かな？ちょっと心配。最近引っ越してきたの彼。誰と入れ替えだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、誰かとなんかこう入れ替えで、私のこのブリアナバリカワイ島に引っ越してきました彼。まずはちょっと回収して、あ、リンダ先輩、おはようございます。リンダ先輩、なんかあげなきゃダメかな、やっぱ先輩だから。あげれるものが、どうしよう、全部あげたくな、何かに使ってください。なんでここに置いたんだろうね、これね。急いでたのかな、プリって。彼さ、ジャックって言うんだけどさ、結構グイグイ、気持ちはわかるのね、気持ちはわかるの、男の子だから。でも結構しつこいのね、手紙とかで。ほら、グイグイじゃない？困る。なんだろう、なんでここに階段作ろうとしたのかな。ちょっ
ちょっとね、当時の自分に今問いかけてみたんだけど、ちょっとよくわからなかった。そうそう、よくね、コメントで、なんでこのコントローラーを分けて使ってるんですかみたいな。こうなんか一個にこうカチャンってはめて、一つのコントローラーみたいになんでしないんですかってコメントが結構 YouTube でも TikTok でもつくんですね。縛られたくない、こうフリーダムでいたいの。わかるかな、この感じ。2つにこう分けた状態で使ってる人っていないわけ、そんなに。何にも縛られたくない。こう入ってすぐのエントランスはすごくいい感じになったんじゃない？殺伐としてたからね、少し秩序が生まれた感じがする。この広場は動かせないんだったっけ？それじゃあ今日はここまで。次回はこの一段登ったところもね、ちょっと整えていきたいと思います。アウトドアなんだけど、どこかサクシーみたいな感じに仕上げられたらなって思ってます。ちょっとね、頭の中で構想を練っておきます。楽しみにしててね。今回も見ていただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあみんな次回までいい子にしててね。バイ。